株式中外店店員コナンドイル前回の続きからです。私はハムステッド町に曲がりをしてたんです。ポーターテラス十七番地です。ちょうど私の務めが決まった日の夕方私はタバコを吸いながら 腰掛けておりましたするとそこへ下宿のおかみさんが「アーサー・ピナー会計代理店」と印刷してある名刺を持って登ってきました私はそんな名前を耳にしたことがなかったのでその男が何の用でやってきたのか想像ができませんでしたけれど無論私はおかみさんに中へ通すように言いましたその男は入ってきました 中肉中背で髪の毛の濃い目の黒いそして黒いひげを生やして鼻のそばに何か光る筋を持った男でした彼は時間の尊さを知っている男であるかのようにはきはきした男ではっきりどんどん思うことをしゃべるのでした「オール・ピークロフトさん」でいらっしゃいましたね。と彼は言いました。 ええ、そうです。私はそう答えて彼の方に椅子を押しやりました「最近まで国村ウッドハウスの店にいらっしゃいましたか?」「ええおりました」で、ただいまはモーソンのところに「そうです」「ああそうですか」と彼は言いました。 実はあなたの会計的才能につきまして、実に素晴らしいお噂を伺いしましたもので、あなたは国村の支配人だったパーカーをご存知ですか彼が別にあなたのことを言ったというわけじゃありませんけど。無論私はこの話を聞いて喜びました。私は事務所では実際いつも女才なくきびきびと働いてはいましたけれど、しかし世間でこんな風に 「私の噂をしていようとは夢にも思っていませんでした」「あなたは大変記憶がおよろしいんですって?」と彼は言いました「少しばかり」と私は慎み深く答えました「食にお離れになった今も株のことに関心をお持ちでしたか?」彼は聞きました え毎朝株式取引の工程表は見ております。そうだそれが本当の敵不敵を示してくれる。と彼は叫びました。これが一番いい方法だあなたを試験するようなことをしても気にしないで私にやらせてください。ね。アイルシャイヤーの株はどのくらいですか105ポンドから、 105ポンド4分の1までではニュージーランド国庫交際は104ポンドブリティッシュブローランビヒルは7ポンドから7ポンド6まで素敵だと彼は両手を振り上げて叫びました。 私が聞いいたのとすっっかりみんな合っている。「あなたあなたはモーソンの店の事務員になるなんてもったいなさすぎますよ」「この叫びはむしろ私を驚かせたんです」「あなたもそう思いになるでしょう?」「いやどうも」と私は申しました世間の人はあなたが考えるようには私を買いかぶってくれませんよピナーさん。 私はこの地位を得るのにずいぶん苦労したんですから、私はこの職にありつけたのを喜んでおりますよ。バカな世間の人、こんなものからは超越すべきですね。あなたはあなたの進化にふさわしい位置にはいませんよ。そこで私は、あなたにご相談があるんですが、私と一緒に仕事をしていただきたいと思って、それは私があなたについていただきたいと思っている地位だって、 あなたの才能にしては不十分なものなんですけれど、でも妄想のところの地位と比べたら、闇と光ほどの違いです。あなたはいつ妄想のところはいらっしゃいますか月曜日です。ははあなたはあそこへは断じていらっしゃいませんよ。掛けをしてもいいと思いますね。妄想のところへ行かないって そうですよその日までにあなたはフランス中部デッキ株式会社の営業支配人におなりになるでしょうその会社はフランスの町や村に134の支店とその他にブリュッセルに1つとサンデモに1つ支店を持っていますこの話は私を行き詰まらせるほど驚かせました私はそんな会社の話は聞きませんよ 私は申しました。そりゃ話を聞こうわけはありません。それは非常に秘密にされたんです。なぜなら資本家がみんな匿名だったからですが、しかし公にした方がいいんです。私の兄弟のハリー・ピナーは発起人なんですが、選挙の結果、専務取締役として評議員に加わっています。彼は私がこちらへやってくることを知ってたものですから、私に申しました。 不遇な才能ある人間を抜擢してきてくれとね。元気のいい善と有望な若い人をね。あなたのことはパーカーが話してくれたんです。そして今夜こちらへ連れてきてくれた人です。私たちは初任給としてあなたに500ポンド差し上げることができるに過ぎませんが。500ポンド ?1 年にと私は叫びました。 それは最初だけの話ですしかしあなたの終戦でされた取引に対してはすべて1%の課金割戻しを取ることができるんですそして正直のところこれがあなたの報給より多くなることは受け合いですけれど私は鉄器類のことについては何も知りませんよしょうがないな君は形はわかるでしょう 私の頭の中は騒然として私は静かに椅子に腰掛けていられなくなりましたけれどふとかすかな疑いが私に起こりましたザック・バランに申し上げますがと私は言いました「モーソンは私に200ポンドくれるだけですけれどモーソンの方は確かなんですが真実のところ私はあなたの会社については」 ほとんど知らないのですからね。ああ、あなたは実にキビキビしている。と彼は喜びで夢中になっているような調子で叫びました。あなたは私たちが欲しいと思っていた通りの方です。それ以上おっしゃらなくてもちゃんとわかっています。さあここに100ポンドの小切手があります。もしあなたが私たちの仕事をしようと思いになったら、 これを給料の前渡し分としてお納めになってくださいわかりました大変結構な話です私は申しましたでいつから私は仕事にかかったらいいんでしょうすぐに明日バーミングハムへ行ってもらいたいんですと彼は言いました ポケットの中へ私は手紙を持ってきてますから、それを私の兄弟のところへ持って行ってください。コーポレーション街百二十六番地ですからわかります。そこに会社の仮事務所があるんです。もちろんあなたとのお約束は彼が確実に取り決めてくれるでしょうが、しかし私たちの間にはちゃんと話がしてあるんですから。本当に私は、 あなたにどう言ってお礼を申し上げたらいいかわかりません、ピナーさん。私は申しました。そんなお礼なんかなさることはありませんよ、君。あなたはただあなたが当然浮くべきものを受けたに過ぎないんですもの。だが、ちょっと一人でいただけなければならない単なる形式なんですが、つまらないことが一つ二つあるんです。 そこへ紙を一枚お出しになってくださいませんかそしてすみませんが最低報給500ポンドにてフランス中部鉄器株式会社営業支配人として働くことに同意いたし候とおかけになってください私は彼の言う通りにしましたそして彼はその紙をポケットの中へしまい込みました それからもう一つ詳しくお聞きしたいのはあなたはモーソンの方はどうなさるおつもりですか彼は言いました私はモーソンのことについてはあまり喜んだのですっかり忘れてしまっていたんです手紙を書いて辞職しましょう私は答えました私がお願いしないことはなさらないように 私はあなたをモーソンの店の支配人として知ったわけです。そこで私はモーソンにあなたのことを聞いてみました。すると彼は大変機嫌を悪くして、あなたを私が誘惑してあそこの店から連れ出すか、何がそんなことをするのだと言って私を非難しました。そんなわけで私はとうとう我慢がしきれなくなってしまったんです。で、もしあなたが優位な人が欲しいなら、もっとたくさん報酬をお払いにならなくてはなりませんよ、 私は言っっちまったんですすると彼は「あの男は君のところのたくさんの収入よりむしろ僕のところの少ない収入の方を好むよ」と言うんです。そこで私は「あらかじめお断りしておきますがあの男が私の店へ来るようになってもあなたはお咎めになさらないでしょうな」と言うと「僕はあの男をドブの中から引き抜いてやったんだからそんなにたやすくは僕の店から出ていきゃしないよ」。 とこういう彼の言い草なんですよ失敬なやつだな私は叫びましたもう生涯あいつのところへは行くもんかどんな点から言ったって何を私は彼に気兼ねをしなくちゃならないんでしょう私は何も言ってやりますまいあなたがそうすることに賛成してくださるなら賛成じゃあお約束しましたよ 彼は椅子から立ち上がりながら言いました。本当に私は私の兄弟のためにあなたのような優位な人を得られて喜んでいます。これは宝球の前払いの100ポンドです。それからこれは手紙です。向こうの初番地をお書き留めになってください。コーポレーション街126番地。それから明日の1時までにいらしてくださることをお忘れにならないように。じゃおいとまします。 万事うまくおやりになるようにこれがその時私たちの間に起きたことのほとんどそのままなんです私はごく最近のことなんではっきり覚えているんですワトソンさん私がその素敵な幸運に出会ってどんなに喜んだかは想像していただけるでしょう私はその夜嬉しくて夜中過ぎまで起きてました そそしてその翌日私は約束の時間に十分間に合うような汽車に乗ってバーミングハムへ出かけて行きました私はひとまず深海通りにあるホテルに荷物を届けてそれから指定通りの初番地へ出かけました私はそこへ約束の時間より15分前に着いたんですが前の晩に聞いたことに何の間違いもないと思いました126番地というのは大きな2軒の商店の間にある出入り口で 曲がりくねって石の階段がありましたがそこから何階もある各階の会社や商人の事務所へ行けるらしいのでしたところが居住者の名前はそこの壁の下の方に書いてありましたがフランス中部鉄器株式会社なんていうそんな名前はないのです私はしばらくの間何か不安に駆られながらそこに立っておりましたこれは何か 寝入りないたずらなんじゃなかろうかな、などと考えながら、するとそこへ一人の男がやってきて、私に声をかけました。その男は前の晩私があったやつとそっくりでして、顔形も声も同じなんです。ただその男はきれいに頭髪を買って、髪の毛を光らせていました。あなたはホール・ピークロフトさんですかその男は尋ねました。 ええ、そうです。私は答えました。あ、そうですか。私はあなたをお待ちしてたんです。けれどあなたの方がお約束の時間より少し早くいらしたんです。今朝は私の兄弟から手紙をもらいましてね。兄弟はその手紙の中で大変あなたのことを褒めておりましたよ。あなたがいらした時、ちょうど事務所を探してたんです。 まだ名前を出しとかないもので、先週からここへ仮事務所を置くことに決めたばかりだものですからね。一緒においでになってください。お話しいたしましょう。私は彼について、随分急な階段の頂上まで登りました。と、その屋根裏に空っぽの誰もいない埃だらけな、敷物も敷いてなければカーテンも欠けてない小さな二つの部屋があって、 その中へ私は案内されました。